どうもゆうやです。というわけで今回はメラノ CC のめっちゃやばいやつ見つけたっていう話をしていきます。はい、今回紹介するものはおそらくほとんどの人が見たことないと思います。実際ドラッグストアとかドンキとかあとはロフトとか行った時に絶対メラノ CC シリーズって並んでるじゃん。でもその並びにはないのよ。少なくとも僕は見たことなかったんですよ。だから幻の存在みたいな感じです。はい、ミュウツーみたいな感じですね。はい、まあ幻のポケモンの選び方でだいぶ年代がわかるような感じもするけれども、そんな感じで本当にね多分見たことないんですよ皆さん。でもこれめちゃめちゃいいですよっていうものをご紹介していきますので、ぜひね最後まで確認してみてください。あとはですね、僕自身が1年2ヶ月使ってて最強だと思ってるクレンジング、黒のデュオっていう黒いクレンジングなんですが、こちらがね今半額のお得なキャンペーンをやってるっていうことと、あとは今回少しだけ触れるんですが、こちらのスキオ、これロート製薬さんから出てるものなんですが、これがね1300円ぐらいで買えるっていう、まあそういうキャンペーンもやってます。でこれはねビタミン C の美容液なので、普通に普段のスキンケアにプラスしていただければいいっていうものになってるんです。でこれめっちゃいいので、まあ、興味がある方は説明欄のリンクツリーをご覧ください。では今回ご紹介するものがこちら、メラノ CC 集中対策マスクということで、メラノ CC から出てるシートマスクです。皆さんこれ見たことありますか？ほとんどの方が見たことないと思うんですよね。ごめんね、ちょっと照明の関係で反射してるんだけれども、でこれね僕存在は知ってたんですよ。なんでかっていうと、ホームページを見た時にメラノ CC の使用順序っていうものがあるんだけれども、その中にマスクっていうものがあるからね。だからあることは知ってたんですけれども、でも店頭に行ったらないからさ、ないのかなって思ってたの。そしたらさ、 Amazon で検索したらあったんですよ。一応リンクは入れとくんですけれども、なのでこれ存在しました。でこいつがめちゃめちゃいいっていう話ですね。でこれはですね28枚入りです。だから結構大容量で、しかも値段がね990円ぐらいです。 Amazon だと900円ぐらいだったので、非常にプチプラですよね。はい、でこいつをね実際使ってみて、それから成分を見ていって非常にいいなと思ったんですよね。なので今回はこれおすすめポイントを3つご紹介しますので、ぜひね最後まで聞いてみてください。ではおすすめポイントの1つ目、これ何かっていうと、メラノ CC 美容液の効果を底上げしてくれるこれなんですよね。はい、皆さんメラノ CC 美容液ってもちろんご存知ですよね。まあ普通の美容液と、あとはプレミアムっていうものがあるんですが、この2つともね非常に効果が優秀なんですよ。だから知ってる方も多いと思うし、使ってるっていう方も多いと思うんですよね。であれは単体でもめちゃめちゃ効果あるんですよ。なんですけれども、このマスクを使うことによってさらにその効果が跳ね上がるんじゃないかっていうことなんですよね。で実際ねこれちゃんと考えていくと、確かにこれとプラス美容液を使うことによって、この美容液が底上げされるっていうことが科学的にわかるんですよ。なのでこれをご紹介していきます。でこれね一応ホームページで見たところ、推奨使用手順っていうものがありまして、でメラノ CC の推奨使用手順ってね、洗顔、化粧水、マスク、美容液、それからジェルとかクリームなんですよ。つまりこういう使用順序なんですが、結構面白いのが、化粧水をした後マスクをして、その後に美容液が来るっていうことなんですよ。これって結構普通の使用順序としてはなんか珍しいんですよね。はい、間にマスクが入るっていうのが結構珍しいし、マスクを入れるんであれば美容液先に来ることの方が多かったりするんですよ。なんですけれども、この推奨使用手順はマスクの方が先に来ると。でそれなんでだろうっていうふうに考えた時に、そこに効果が高まるキーポイントがあったんですね。なのでこれを説明していきます。でなぜ効果が高まるのかっていう話に入っていくんですけれども、まずね頭に入れといてほしい知識がありまして、それ何かっていうと、例えばシミ集中対策美容液とか、あとプレミアムの方ですね、こういったものって基本的にビタミン C がメインの商品になってますよね。だからピュアビタミン C が入ってて、それに、ビタミン C 誘導体が入ってて、そこにビタミン E が入っててみたいな、そういう効果があって、それをなるべく中に入れ込みたいっていうのがその美容液なんですよね。だから美容液として、例えばシミそばかすを防ぐとか、メラニンの生成を抑えるとか、そういった効果を得たいんであれば、しっかりとそのビタミン C だったりビタミン C 誘導体っていうものを肌の中に届けないといけないんですよ。ただしここで一つ問題がありまして、ビタミン C って水溶性の成分なんですよね。一方ね、水溶性の成分っていうのは基本的に油になじまないんですよ。でこれだけ聞くと、へえそうなんだって思うじゃん。でそれで終わりなんだけれども、ここからさらに面白い話がありまして、実は僕らの肌あるじゃないですか。僕らの肌って油にはなじみやすいんですけれども、水溶性の成分にはなじみにくいんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、要するにビタミン C は水溶性の成分ですよね。で一方、僕らの肌っていうものは水溶性の成分に馴染みにくいわけですよ。つまりそのまんまの状態だと、なかなかこの水溶性のビタミン C っていうものは中に入っていきづらいっていうことなんですね。もうちょっと詳しく言うと、僕らの肌の表面の角層っていうものがありますよね。でこの角層っていうのはセラミドを筆頭にいろんな脂溶性の膜があるんですよ。だからこそ油分に馴染みやすいんですけれども、油分に馴染むっていうことは、これ水と油ってよく
く相反することで使われるじゃないですか。そこから分かる通り、油分に馴染みやすいっていうことは水溶性の成分に馴染みにくいんですよ。だからこそこれを何とかしてあげないと、そもそもビタミン C を乗っけたとしても中に入っていきにくいよねっていうことが言われてるんですよね。はい。なのでこれが一つの問題なんですよね。でこうなってくると、じゃあプレミアム美容液だけじゃ効果ないのって思われる方もいると思うんですが、効果はあるんですよ。ただし実はこのマスクを間に挟むことによってさらに相乗効果が生まれてくるっていうことなんですよね。じゃあ実際そのビタミン C だったり水溶性の成分っていうものを中に入れ込むためにどうすればいいかっていうと、これはですね、角層自体を化粧水などの水分が多いもので満たしてあげる必要があるんですね。でこれなんで満たしてあげる必要があるかっていうと、角層が水に馴染みやすい状態を作るためなんですよね。要するに元々の状態だと油性成分のものが多いから水に馴染みにくいんだけれども、そこで水分をなるべくね馴染ませてあげて、で水分を多く含ませれば含ませるほど、これは水性の成分が入ってきやすくなるじゃん。だから分かりやすく例えると、例えばさ、クラスが一クラスあったとしてさ、その中にめっちゃ外交的な陽キャばっかり集まってたらさ、その後から入ってくる陰キャの人とかオタクの方って入りにくいじゃん。でもあらかじめさ、クラスの中にさ、陽キャの人とあと陰キャの人がさ、ある程度さ同じ比率ぐらいで入り乱れてたら、これ陰キャの人オタクの人も入ってきやすいよね。それと一緒っていうことです。だから最初に入りやすい状態を作ってあげることが水溶性の成分を入れるための必須の手段の一つなんですよね。つまり水分で満たすことによって水性の成分っていうものが通りやすくなるっていうことなんですよ。ここまで頭に入れれば、おそらく皆さんね、賢い方が多いですからもう分かったと思うんですよ。つまりこのマスクってどういうものかっていうと、要するにあらゆる化粧品の中でも最も水分を中に入れ込むことができるもの、それがシートマスクなんですよね。はい。つまりこれをやることによって、はい、効果的に力を底上げすることができるっていうことなんですよね。はい。なので実はこのシートマスクってめちゃめちゃいいものなんですよ。特にメラノ CC のシリーズをずっと使ってる方、プレミアム美容液だったり普通の美容液だったり、そういったものを使ってる方にとってはうってつけのシートマスクっていうことなんですよね。次におすすめポイントの2つ目、これ何かっていうと、マスクの形が面白い。はい。これね、かなり特徴的なマスクなんですよ。ただこれはね、実際出して見せてみないとわからないと思いますので、ここから動画を差し込みます。 Here we go。 どんなテンションだっていうね。はい。で今動画流れてる状態だと思うんですけれども、まずね、このマスク自体は取り出しにくいです。はい。まあ、取り出しにくいとめちゃめちゃ嫌だけれども、でも実際はね、開け口が大きいからそんなに苦ではないんですよ。うん。だから、ペロってしてさ、剥がして中から1枚ずつ取り出すタイプだと、正直貼り付いたりしてると取りにくくてもう嫌になっちゃうんだけれども、これは開ける口がめちゃめちゃ広いからさ、そのまま開いて、で、手全体突っ込んでちゃんと取れるからさ、そういう意味では非常に、まあ、楽っちゃ楽だし、まあ、苦じゃないっていうことなんですよね。次に広げるとわかると思うんですが、実はこれね、目元部分にもマスクがあるんですよ。ここが非常に珍しいと僕が思ってるポイントで、マスクってだいたい目元の部分でさ、ぽっかり穴が開いてる、それで終わりっていうものが多いじゃん。だから気になる人は気になると思うんだよね。どうせだったら目元までしっかりと美容成分を中に入れたいとか保湿したいって思うじゃないですか。なんですけれども、実はこのメラノ CC の集中対策マスク、これに関してはね、実は目元にちゃんとペロッとしたやつがあるんですよ。ほら、こんな感じで、うん。でこのペロッとした部分を最初外側にした状態で顔に貼っていただいて、で普通のパックのような感じで貼るんですよね。でその後に目を閉じて、その外に折り曲げた目元のマスクの部分をペタって貼り付けてあげると、これね、面白くないですか。ちょっと画期的だなっていう風に僕は個人的に思ったんですよね。あんまり他のマスク使っててそういうのものがなかったんで、もちろん目元の部分だけ別でパックみたいなのがあるっていうものはあったりするんですが、1枚のパックでちゃんとつながってるって結構珍しいんですよ。だからこれね、かなり特徴的で面白いかなと思いました。で広さ的にはね、若干縦幅が広いから、まあほとんどの方は余るとは思うんですが、横幅は割とちょうどいい感じですね。はい。であとすごくね、僕が推したいポイントは、実はこのマスクの放置時間が5分なんですよ。だから5分から10分とかじゃなくて5分っていう風に固定されてるからさ、だからすごい時短になるんですよね。普通のマスクをすると大体5分から10分って書いてあるからさ、多くの方が10分ぐらいやるんですよ。うん。なんですけれども、それがね、好きっていう方はいいんですが、僕なんかかなりせっかちだからさ、すぐ外したくなっちゃうわけ。まあそんな中で5分っていうのは非常にいいよねっていうところですね。あとは成分自体もかなりいいものが入ってて、ピュアビタミン C も入ってますし、酸黄エチルアスコルビン酸も入ってます。あとは酢酸トコフェロールも入ってまして、これはビタミン E 誘導体なんですが、そんな感じで抗酸化力も
も期待できるんじゃないかなと思います。もちろんこれらは有効成分なんですけれども、医薬部外品ではないので、まあ、効果が必ず出るっていう風に推奨されてる量ほど入ってるわけじゃないんですけれども、それでも入ってるっていうことはある程度何かしらの効果は期待できるんじゃないかなと思います。なのでおすすめポイントの2つ目はマスクの形がとにかく面白いね、目元までちゃんとケアできるっていうのは結構プラスポイントかなと思います。そして3つ目、これはおすすめポイントというよりはおまけです。はい、これは知っといた方がいいよねっていう部分を話していきます。で、今回ねメラノ CC 美容液の力を底上げしてくれるっていう話をしたじゃないですか、このシートマスクを使うことによってね。はい、なんですが実はこれねメラノ CC 美容液だけの話じゃないんですよ。どういうことかっていうと、まあもちろんね皆さんもう分かってると思うんですが、今回紹介したのってさ、ビタミン C が水溶性の成分だからこそ肌にはそのまんまじゃ馴染みにくいと、だからこそ角層の中の水分量を一時的に増やしてあげることで水溶性の成分であるビタミン C が通りやすいようにしてあげる、そういった効果があるからシートマスクは効果的ですよね、効果を爆上げすることができますよねっていう話をしたと思うんですよね。つまりこれ何が言いたいかっていうと、水溶性の成分の美容成分を入れるときっていうのはこの方法が使えるっていうことです。例えば、まあ、ビタミン C はもちろんそうですし、ビタミン C 誘導体もそうだし、あとはトラネキサム酸とか、あと最近注目のナイアシンアミドとか、水溶性の成分ってたくさんあるんですよ。でこういった水溶性の成分を入れるときはシートマスクをしてあげた方が中に入りやすくなって浸透してね、で効果がより期待できるっていうことなんですよ。これはね知っといて損ないでしょ。皆さんももしかしたらビタミン C はダメだけれどもトラネキサム酸は使ってますとか、あるいはナイアシンアミド最近やばいんでめっちゃ使ってますみたいな方いると思うんですよ。そういった効果を上げるためにもシートマスクって使えるんですよ。うん、なのでこれは別にねこのシートマスクだけじゃなくてもいいんですけれども、別のシートマスクでもいいんですが、そういう風に水分量を多くしてあげることによって水溶性の成分は馴染みやすくなってきますので、これはね頭に入れとくといろんなところに、まあ、使うことができますよね。そうするとあなたの肌はどんどん綺麗になる可能性があります。なのでこれね頭に入れといてください。ただしここで少しだけ注意点を言うと、シートマスクって実は必須ではないんですよ。今言ったように水溶性の成分を入れるっていう目的で使う分にはいいんですが、まあずっと継続して使うもんではないんですよね。うん、なんでかっていうと、僕らの肌って先ほど言ったように水でね埋めることはできるんですけれども、この水が飽和状態になっちゃうと水分と油分のバランスが崩れるわけですよ。でこれが崩れた状態ってバリア機能が弱まってる状態なんですよね。だから皆さん、まあ分かりやすく例えるとお風呂上がりの肌ってさ、ちょっとふやけたりとかして、で顔をさ拭いたらさ一気に顔がパリパリに乾燥することあるじゃないですか。あれなんでかっていうと、お風呂に入ってるうちに水分をたくさんね角層の中に溜めすぎちゃって、それがですね飽和状態になってる状態なんですよ。そうなってくると外からの影響を受けやすいし、中からの水分もより出ていきやすくなってしまうので、なので逆に乾燥しちゃうっていうこともあるんですよね。なのでもともと水分量がめちゃめちゃ多い人はあんまりやらない方がいい方法だとも言えます。逆に言うと、もともと水分量が多い人はそもそもさ水分量多いわけだから、そのまんま入れちゃってもいいよね、水溶性の成分を、うん、っていうことなんですよね。だからそれだけね忘れないで、すごく大事なところですね。はい、で乾燥してるからシートマスクをするっていう方もいらっしゃるんですが、その乾燥ってね水分量がすごく少ないから乾燥してるっていうよりも、どっちかっていうと油性成分が足りなくて乾燥してるっていう人もいるんですよ。だからセラミドとかいわゆる細胞間脂質っていうものが、まあ、流れ出してしまってて、それで乾燥してるっていう方もいるので、そこにプラス追い打ちで水分をボンボン高めていくと、これは飽和した状態になってしまってニッチもサッチもいかなくなりますので、そこだけね気をつけてください。なのでシートマスクを使うときはなるべくちゃんと頭を使った上で使ってあげるようにしてみてください。はい、というわけでですね、今回はこれで終わらせていただきます。いつもご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方はぜひねチャンネル登録もしてやってください。はい、というわけで今回もありがとうございました。そんじゃまたな。